スマ海水浴場は兵庫県神戸市スマ区にある阪神館で最大の海水浴場である。継承地、スマ海岸を代表する施設である。砂浜の長さは約1 8メー100人一種にも読まれたスマの海岸を保持しつつ、関西の夏のレジャーのホットスポットという面も併せ持つ。1シーズンに約80万人の人が訪れる。シーズンになると京都、 大阪からの客も多数訪れる海である。海水浴期間は、おおむね7月上旬から8月中旬過ぎ頃で、毎年シーズン前に発表される。海は遠技にはなっておらず、また、遊泳可能域は海岸線からおよそ50メートルのあたりまでとなっている。また、潮が満ちてくるとある程度の波が発生することもある。海水浴シーズン時は16時半以降に海には、 入らないようにとのアナウンスが流される。過去にはマナーの悪い若者も目立つようになったことから、神戸市は、砂海岸を守り育てる条例を制定し、騒音や花火の規制をはじめ、喫煙、入れ墨の露出を禁止し,し、さらに根本的な問題解決をするために、海岸の再整備、砂浜の東浅加工事にも取り組んだ。これらの取り組みが評価され、2019年4月に、 国際環境認証、ブルーフラッグを取得した。海岸一帯は港アシスとして登録していて、東海水浴場を代表施設とする港アシススマとして交流拠点となっている。大きく分けて、JR 神戸線スマ駅前の西エリア、石東大付近の中央エリア、スマ海浜水族園側の東エリアの3エリアに分かれる。スマ駅前に、 砂浜が広がるアクセスの良い海水浴場である。2018年よりファミリーエリアが設置され、子供連れの家族が安心して遊べる、要エリア内では、お酒の持ち込みや飲酒が禁止される。最寄りは、山陽電鉄スマデラ駅。クラゲよけネットを設置した、ファミリー遊泳エリア、ブルーフラッグ取得に伴い設置した、身体障害者専用の利便施設がある。 スマ海浜公園の駐車場が近く、車でのアクセスが容易である。海の家は各エリアごとに、例年、計20件前後設置されている。海の家の利用料金は各エリア共通で脱衣、預かりとシャワーゴミ、大人1000円、子供500円と設定されている。どこも同じ料金設定から各階の家では、激しい客引きが横行している。 海の家の利用料を節約するためか、スマ駅の便所や民家の路地裏で着替えをする海水浴客も後を絶たない。海の家の営業期間は、海水浴期間とは、異なり7月の海開き前からオープンし、例年8月31日まで営業している。2019年シーズンの海水浴客は、約24万1人で、ピークだった2002年に比べると2割弱まで落ち込んだ。 梅雨明けが大幅に遅れ、お盆の時期に台風が重なったことも影響したという。一方で、ファミリーエリアを拡大した結果、同エリアには、前年比4倍の約6万3000人が訪れた。大阪方面からは、阪神高速3号神戸線の若宮出入り口、赤市、姫路方面からは、第二新名道路のスマインターチェンジがもより、東海水浴場には、 スマ海浜公園駐車場があるが、水族園等との共用となっており、土曜日や休日、お盆のハイシーズンは入場待ちの車の列ができる。周辺には民営のコインパーキングや時間がし駐車場が整備されているが満車になりやすく、場所によっては海水浴シーズンに限って特別料金を設定している駐車場もある。周辺道路は、 頻繁に駐車違反の取り締まりを行っている。毎年7月第1木曜日から46日間というのが通例となっている。スマ海水浴場の国際環境認証、ブルーフラッグの取得について、神戸市 JR スマ駅の便所には、ここで着替えをしないでくださいの張り紙がある。スマ海水浴場の利用客45万人24万人、過去最低の削価を大きく下回ったわけ。 神戸新聞ネクスト2019年9月6日付、ありがとうございます。